Cチャンネル。どうも皆さん、お世話しております。 Cチャンネルの Cちゃんです。もう一回行きましょうか。どうも皆さん、お世話になっております。 Cチャンネルの Cちゃんと申します。そしてトキヤです。よろしくお願いします。今回緊急で動画を回させてもらっております。しすぎてます。ちょっと振り込め。皆さんこんにちは、 Cチャンネルの Cちゃんとトキヤです。よろしくお願いします。お願いします。今回緊急で動画を回させてもらってます。今回ね、このトキヤが、はい、こうして映ってるということは、ちょっとね、皆さんにお知らせしなきゃいけないことがございます。この度ですね、トキヤがこのチャンネルを卒業することになりました。しない、しないし、拍手したらやばかしい。やばい。トキヤが結婚しました。それは本人に言わせない。全然そんなの俺が決めてんだから。そんなの、そうでしょ。トキヤが結婚おめでとう。ありがとうございます。なんか SNS でも発表してましたね。まあまあ、うん、そうですね。ねえ、何の相談もなしに。いや、したよ。した。一応した。なんでそんなに顔テカってんの。そんなテカってる。緊張してる。テカってないですよ、うちは。なんか、はい、結婚したということで、はいはい、まあトキヤが結婚をこう決めた理由、どうぞ。回し下手すぎるな。なんかこうありますか、こうやっぱ僕らね、こう新チャンネルとして、はい、まあカメラマントキヤもね、うん、やっぱ裏でこうストーンズをこうやっぱ好きで、はいはいはい、こうストーンズを持ってきてくれたりとか、うん、たくさんこうしてますけど、まあ一番ね、あのCチャンの中でもまあ若手として、はい、カメラマンで、ずっとね、もう4年間ぐらいですか。そうっすね。お世話になってますけど、そのトキヤがね、やっぱね、結婚ということでね、これは動画回さないといけないと、やっぱね、はい、こう話して、こうして出演してもらってますよ。はい。まあ本当にね、これも全部ストーンズさんのおかげですね。そう、そうっす。でもあれですよね、あの、トキヤが、まあ今だから言えますけど、うん、ストーンズ好きになってるのって奥さんの影響なんですよね。まあ、そうですね。その、もともと、キスマイが大好きだったんですよね。昔からね。はいはいはい。で、まあそういう影響で、こうなんだ、身近に聞ける環境ができたというか、いろいろ。ほうほうほう。そこから、こうなんか一緒にああいうアイドルが出てる番組とか見るようになって、うん、まあ僕もストーンズにどっぷりって感じで。へえ、そうですね。あ、じゃあもうトキヤだけじゃないんですね、ストーンズを始めたって。なんか俺ら持ってきたのはね、そきっかけとしては。そうそうですね。なんとかして全部いやでもどうですか、やっぱこう結婚してみてのそのなんか実感とかってなんかありますか。いやでもそのあれですね、こう一緒に住んでた期間がまあちょっと長かったというか、うん、1年ちょっとぐらいあったので、うん、まあ特にそこで家を変えているわけでもないですし、ほうほうほう、あまり生活として変わったことはなかったんですけど、うん、あの入籍をした日に、うん、まあ僕がすごく尊敬してるカメラマンさんが いらっしゃって入籍の日にね、はい、そのすごい尊敬してるカメラマンさんに、こう、入籍の日を撮ってもらったんですよ、写真に。おー、いいね。めっちゃいいっすね。そう、婚姻届に、まあ、各ところからね、うん、来てもら、あの、撮ってもらって、まあ、その証人として、まあ、僕と、まあ、奥さんの、お互いそれぞれのこう昔からの幼なじみみたいな、お友達にも来てもらって、あのなんか知らない人たちはそれの人たちか。言い方悪いよ。知らない人たちじゃない、そういうことか。そう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 。でまあみんなにこう見届けてもらいつつ提出までついてきてもらって。なるほどなるほど。 そうそうそう、それがあの全貌だったんだ。全貌でした。なるほどね、はい、そういう感じでこう見届けられながら、そう、婚姻届を出したと。だからこう割とさらっと過ぎたわけじゃなく、こうみんなといてっていう時間があったから、うん、そこはなんか、なんだろう、結婚すんのかなみたいな感じ。あー、実感がね、そこでね、まあちょっとしましたね。で、ちなみにやっぱね、これやっぱね、ストタンの皆さんもね、もしかしたら見てるかもしれないんですけど、うん、まあ、トーンズのね、ライブも、あ、そう実は奥さんとね、そうですね、そう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 、行ったんですね。そう、2人で当たったのね、2枚当たったんで。なんだってね、そうやってね、やっぱね、こうカップルとかで行きたい人もいるかもしれないけどね、ストーンズ好きだったらいいんですよ、別にね、その関係ないですからね、そのリアージュとか関係ないですから。でもいいね、これ2人で行ったんだね。あ、そうですね、楽しかったですね。じゃどんな楽しみ方したの、そういうやっぱ2人で行くときって。誰推しなの、その奥さんは。いや、奥さんもあれです、慎太郎推しなの。どっちも慎太郎かい。いいだろ、いいだろ、そうなんだ。そうそうそう。あ、なるほどね。
あ、じゃあ時矢が慎太郎さんに寄せてってるっていうのは奥さんのために寄せてってるっていうのがあるんだ。まあもうありますし、いやらしいですね。し、まああのこの髪型はね奥さんがやってくれてるから切ってくれたりしてるから、お前俺も言っていいか分かんないけど奥さんも美容師、奥さんは美容師、そうですね。ああ、美容師とカメラマンの、うん、いやらしいですね。全然やらしくない。いやでも、うん、あのその結婚しますってこの前ね、はい、こう SNS で言わせてもらった時に、はい、まあ本当にいろんな人がおめでとうみたいな、いやいや言ってくれてね、うんうん、それこそジャーンズのファンの方とかも、うん、そこを昔から知ってくれてるじゃないですか、 YouTube 始めて、はい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 、はい、だから結構こうみんなおめでとうって言ってくださったんですけど、おうおう、なんかいました、めんどくさいやつ、その中のね、うん、一つコメントで、うん、しーちゃんを抜かしましたねっていう。おい、いやまあそれはね確かにね、そう、うん、だからあのスタッフのトシも、うん、もう結婚して、ね、僕10年ですから、なるほどね、結婚10年目と新婚ほやほやとまだ独身っていうね。いやでもそんなの別に良くない。結婚しなきゃいけない理由はないでしょ別に。Cチャンネル、よかったね。よかったですね。とりあえずよかったよ。ありがとうございます。すごくね。まあなんかね、なんか今後ともね、こうやって、うん、なんかやっぱこう、ストーンズにお祝いメッセージもらえるぐらい頑張りたいね。あ、いいっすね。ね。ずずしいけど。ストーンズのおかげで繋がりましたってそこは言っといてさ。まあそう。そうそうそう。そういうね、感じで。皆様にね、こうやっぱ応援していただきたいね。はい。このチャンネルにしたいとね、ますますね、こう頑張っていきたいなと思いますよ。はい。やっぱこうやって結婚ってね、これ一人チームが増えたっていうね、やっぱ考えですからね。うん。そうですよね。これ一人チームの、やっぱ一緒に生きていく人が増えたっていうのはそういうことでございますから。Cチャンネルも、また、気持ち、一新して頑張っていきたいなと思います。本日は、時矢の結婚報告、動画でした。なんかね、最後に一言ありますか、なんかやっぱ視聴者さんの皆様に。今後も Cチャンネルをよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。はい、お願いします。これからも Cチャンネルをやめるんですか。いやいや、やめないですよ。やめないですよ。こっからはなんかあの Vlog とかも回してって、それもアップする予定ですからね。それも見ていこうかなと思います。それではね、今後ともCチャンネルよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントとかグッド評価もよろしくお願いします。またね、おめでとう。ありがとうございます。まだ何も渡してないけどごめんね。そうそうそう、確かに、うん、まあ、考えてみる。 Cチャンネルご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。よろしくねー。